皆さんこんにちは。マルハワアカダシラ。お元気ですか？ナセスです。あやか先生です。今日は基本的な日本語での自己紹介のフレーズを勉強していきましょう。はじめまして。あやかです。日本人です。よろしくお願いします。はじめまして。あやかです。日本人です。よろしくお願いします。それでは解説していきます。レッツスタート。はじめまして。はじめまして。このフレーズは初めて誰かに会った時に使うことができます。あやかです。あやかです。あやかのところを自分の名前に変えてですをつけてください。これであなたの名前を伝えることができます。日本人です。日本人です。あなたの国を伝えるときに使えます。日本のところをトルコに変えるとトルコ人です。トルコ人です。バン・トゥルキュンになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このフレーズは自己紹介の最後に使います。このフレーズはいろんな場面で使うことができます。例えば何かをお願いするときやメールの最後にも使うことができます。それでは復習です。はじめまして。あやかです。日本人です。よろしくお願いします。それでは次にあなたの名前と国を入れて言ってみましょう。いかがだったでしょうか？今日は以上となります。ぜひコメント欄にあなたの自己紹介を書いてみてください。これからも役に立つ日本語のレッスンをしていきたいと思いますので、一緒に勉強したいなと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。ゴルシュメクゼレー。